こんばんは。今日も外から帰ってきました。でまた今日もですね、スーパーマーケットに行ってきたので、まずは冷蔵品からご紹介します。今日は割と冷蔵庫が空になってきたので、まずサラダを買ってきました。カット野菜です。あと卵です。これはビタミン D が入ってる卵のようです。1ポンドです。で、以前お話ししていたライオンマークなんですけど、ここにこういったマークがついてまして、これがついてると安全性が保証されるっていう卵のマークのようです。で、卵の中身を開けてみますと、こんな感じで入ってるんですけど、卵の側面に、これが分かりやすいですね。卵の中身を開けてみますと、こういった感じで、卵にライオンのマークが印字されています。で、今日はお肉を3種類買ってみました。1つ目はこのスライスされた牛肉です。で、2つ目がビーフサーロインステーキを買いました。で、3つ目がランプステーキ、これも牛です。まあ、ここに書いてある通り3つで8ポンドになります。お肉は生ものなので、買うのが少し勇気がいるなと思ってためらってたんですけども、だいぶフライパンの使い方、キッチンの使い方が分かるようになってきたので、今日は思い切って買ってみました。じゃあ先に冷蔵庫にしまってきます。今日はまだあと買ってきたものがあるんですが、これは紅茶を買ってきました。80バッグ入っています。で、これが80バッグ入って2ポンドなんですけど、もう少し大きいサイズの箱で売ってるものっていうのがたくさんあって、結構1箱で240バッグ入ってるようなものっていうのがあったんですけど、まあ、このあと引っ越しを控えているので、ひとまず80バッグで買いました。で、忘れてたんですけど、今日は冷凍食品も買いました。これはチキンですね。スイートチリソースがかかっているそうです。ちょっとチリソース食べたいなと思ったので買ってみました。で、こちらはパイです。なんて読むかわかんないんですけど、魚が入ったパイのようです。これはパスタでしょうか。マック&チーズって書いてあります。まあ、これも1ポンドで安かったのと、チーズが好きなので買ってみました。で、こちらは前に買ったラザニアです。ラザニアやっぱり好きなので今日も買いました。冷凍庫に入れてきます。で、あと今日は洗剤と柔軟剤を買ってきました。まず洗剤はこちら買いました。こちらは普通の洗濯洗剤なんですけど、24回洗えるそうです。こちらは3ポンドですね。で、ノンバイオの方を買いました。バイオって書いてある方もあったんですけども、ノンバイオの方が赤ちゃんにも使えるような肌に優しい洗剤のようです。ただバイオの方が洗浄力はあるらしいんですけども、まあノンバイオでいいかなと思ったのでこちらを買いました。で、あとはこちらは柔軟剤です。ここにファブリックコンディショナーって書いてあるんですけど、こちらは柔軟剤になります。と85回使えるそうです。イギリスの洗剤とか柔軟剤は結構何回使えるかっていうのが
一目でわかる場所に書いてあるので、すごくいいなと思いました。日本の洗剤も何回使えるっていうのは書いてあると思うんですけど、イギリスの洗剤は表面に分かりやすく書いてあるので非常にありがたいなと思いました。でこちら引っ越し前にこんな大きなものを買ってしまったんですけど、割引がされていたのでこちらを買いました。ということで今日の買い物は以上になります。最近の状況なんですけど、家が決まりまして、で次は仕事を探している段階です。イギリスですと履歴書のことを CV と言うんですが、確かアメリカだとレジュメって言ってた気がするんですけど、履歴書を書いて応募したい会社に送ります。最近やっと返事が来始めたので、今週面接に行って仕事が決まればいいなと思っているところです。あとは手続き上のことがまだ終わっていないので、銀行の開設ができていないのと、国民年金の番号 NI ナンバーの取得をまだしていないのと、あと GP の登録をまだしていなくて、かかりつけ医に自分の情報を登録するんですけども、まだその登録ができていないので、その3つの登録を今週進めていきたいと思います。最近悩んでいるのが、どうやって英語力を上げていこうかなっていうのを考えていまして、家の契約をするときなんかは英語を使わなければいけないので、調べながら覚えたっていうところはあるんですけども、イギリスにいるからといって自動的に英語が上手になるわけではないので、教科書を読むっていう手段もあると思うんですけど、どういった手段がいいかなと思って今探しています。これがいいなっていう方法があったらお伝えしようと思うんですが、今のところまだ見つかってません。では今日のところは晩ご飯を食べたいと思います。